グラダチャツは、ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する構成体の、内ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦に属する町及び、それを中心とした基礎自治体である。サバ川からは、約40キロメートル南にあり、トゥズラ県に位置する。近隣の町には、ボサンスキャマ松や、モドリチャがある。グラダチャツ十0波が最初に研究されたのは1302年のことで、町が最初に文書で、 グラダチャツとして言及されたのは1465年のことである。1512年にオスマン帝国の一部となりがヒアとして最初に記録されたのは1533年でカディルクとしての記録は1634年である。1701年になると集落はパランカとしての地位を得て1710年には軍省の拠点の地位を得ている。町は グラダシュチェビッチ家により開発が進み、フセインキャプテングラダシュチェビッチ、または、ズマイ、オド・ボスネーは1831年に、ボスニアの指揮官の力を集めて、反乱を起こしたことで知られる。街には高さ18メートルの壁が1765年から1821年に、カケフセインキャプテングラダシュチェビッチにより建てられたが、元の壁は、ローマのものに遡る。 クセーニア・モスクは1826年に建てられ、1992から95年のボスニア・ヘルツェゴビナ紛争時の爆撃でも生き残った。グラダチャツは、スルプスカ共和国の領域同士をつなぐ、北側の狭い回廊に位置し、ブルチコに近い。グラダチャツは、紛争終結後、ボスニア・ヘルツェゴビナ連合の領域になっている。アッパーミュービナ、ビブラボポルジーブレイジーバツ。 ドンジャメディダ、ドンジャトラマスニカ、どうにクレケイン、どうにレデニス、ドンジルカバッツ、ドンジスクーグリック、ゴーンジャメディダ、ゴーンジャトラマスニカ、ゴーンチクレケイン、ゴーンチレデニス、ゴーンジールカバッツグラデングックルゴビドンジアセニカ、ジェリフスセロケレップクラスブリーニーミアニカ、ノバラサインジャイバク、オーラボポルジーパラジケイボポブライスライスカ、サマリバッツシボーバツ、スニスドーニ、 スニスゴーンジタリザトリックビーダベカベシー、ゼロンジャドンジャ、ゼロンジャゴーンジャアイ、ゼロンジャスレッドンジャ。クラダチャツの重要な産業は、科学、機械、食品産業である。クラダチャツでは、従来から国際的なプラムのフェアが行われる。合計48,384人1991年の、 国勢調査によるグラダチャツ自治体の人口は56,378人であった。2005年現在では住民の96%は母主逆人で占められる。1882年にグラダチャツでは最初の温泉療養施設であるイリジャスパが作られた。水温は29摂氏30度である。グラダチャツ近郊にはハザナやビダラの2つの湖もある。 ありがとうございます。